ドリームスシリーズはフジテレビ1で随時放送されているボーリングのテレビマッチのタイトルである。フジテレビでは2005年からお笑い芸人を対象としたお笑いチャンピオンボーリングを地上波で随時放送してきたが、これを2013年より CS 放送に異常してを発展したもので原則として毎月1本ずつの割合で放送が行われている。CS での放送開始後は お笑い芸人大会のほか、プロボーラーによる対抗戦、中山律子輩、アスリートボーリング王決定戦などが展開され、2014年には芸能界最強のボーリング王を決めるオールスターチャンピオンボーリングが開始、2015年にはさらに大相撲力士と高格化の著名人の大会である大相撲チャンピオンボーリングが開催された。2015年度からは新日本製薬が、 特別協賛者となり、優勝者に同社製品が送られるようになった。芸能人などの出場する大会では原則として、プロとのミックスダブルス形式が採用され、1フレームごとに芸能人などが1投目、プロが2投目を投球する。また、同じタイトルのシリーズとして、アメリカ合衆国などで行われている、PBA ワールドシリーズ、ワールドボーリングツアーの模様を、 録画中継する番組もある。ありがとうございます。